前方から、香箱老婦参考、隙間風対策のドラフトエクスクルーダー下方から、香箱座りは、猫の座法の一種。箱座り、香箱を組む、香箱を作るなどとも呼ばれる。ただつくばっているだけでなく、前足を、胸毛の奥へ折り曲げている場合のみ、を、定義対象とする説もある。これと同様の厳密な定義において、英語圏では、パンの塊に例えて、キャトレフと呼ぶ。 ミトロフとも呼ぶ。猫が背を丸めてつくばっている様子が、甲箱の形を連想させるため、メタファーとして、甲箱を作ると呼ばれるようになったとされる。前足の長い猫、太った猫、体の大きな猫、スコティッシュフォールドなど足の関節に、異常の多い種類の猫は、前足に負担がかかるため甲箱座りの姿勢を、取りにくい。甲箱座りは、猫の座法として有名であるが、 猫か動物である虎ラやライオンは元より、犬、ヤギ、熊なども、幸箱座りをすることもある。猫は、足の裏に汗をかいて、体温調節をするため、暑い季節には、足の裏が、お腹の毛の中に隠れてしまう、幸箱座りの体勢を取ることは少なくなる。森尾外、青年、芥川龍之介、老年、乙美の低寺田虎彦,彦、子猫、宮本ゆり子、 子供、子供、子供のモスクワなどに、香箱を作るの表現が見られる。また、小崎紅葉紫では、人間に対しての表現としても使われている。東京語辞典には、意味として、行儀よく、座れるまま、何事もせずにいること、所在なくして香箱を作るなどと、定義されている。ありがとうございます。